この1種目で世界選手権代表を目指す一昨年の世界選手権金メダリストです。亀山選手、ここ非常に大事ですので、はい、バシッと決めてほしいですね。すでに 15.550 という NHK 杯の貢献度の点数は持っていますが、16点を目指すと話した亀山、はい、上積みを狙います。いきなり G 難度の下り、はい、決まりました。あっと足が当たりましたが大丈夫です。はい、大丈夫です。セア倒立、はい、このセア倒立も非常に大きくていいですね。足の振り上げの高さもこの亀山の大きな武器です。はい、旋回もスピードがあっていいです。はい、いいフロップ、はい、ここ昨日は危なかったんですけど、はい、今日は綺麗に決まりましたね。そうですね。そしてトリプルロシアン、前方への移動、そして芝戸移動、スピンデル、はい、いいですね。世界で戦うために自分が日本にとって必要な選手であることを今日示します、そう話した亀山のアンバです。いやー、良かったと思います。着地までまとめてきました。途中少し危ない場面があったんですけども、はい、そこを危ないように感じさせないところがさすが元世界チャンピオンですね。そうですね。リズムが乱れかけてもそれを気にせずに押し通す強さが欲しい、そう話した亀山、はい、言葉通りでしたね。はい、本当ですね。いや、本当にでもいい演技だったと思います。そうですか。まず G 難度の大技ブスナリを頭で決めてきました。はい、この技も非常に難しい技なんですけども、はい、難しさを感じさせないですね。緊張感あふれる表情で演技を待っていた亀山、世界の金メダリストをもってしても試合前は恐怖で胃が痛いと話していたんですが、はい、そんな中やりきりましたね。ですね、よかったと思います。これがトリプルロシアン、真ん中で3周もあります、はい、これも亀山以外日本では誰もやれません、はい、あれも E 難度の技ですね。そうですね。そして最後の折りまでこの足の開きと伸びです、はい、綺麗に決めました亀山康平です。あとは問題は得点です。はい、NHK 杯であん馬の基準点を 0.8 点上回っている亀山康平のあん馬ですが、15.550 は全く NHK 杯と同じスコアです。そうですね。 D スコア 7.2、 スコア 8.35 の 15.550、 現在トップですが、これで世界選手権に向けて貢献度の点数は 0.8 ということになりましたね。そうですね、思ったよりもいいスコアが伸びてこなかったですね。そうですか。